My name is Dmitry Day and I am the discoverer of the Turgay Trough Geoglyphs, head of the research project of Turgay Discovery. The first geoglyphs I discovered in March 2007 as a result of studying satellite images of the Turgay Trough area available in the Google Earth program. Ushitogai Square and Turgay Triquetra became the beginning of exciting studies and unexpected discoveries carried out on the expanses of the Turgay Steppes.北カザクスタンステップトゥルガイにある奇妙な地上絵の発見者であるデミトリー・デイさんからこんな写真が送られてきました。これは何かということですね。その答えを私林ひろしはここに皆さんにお見せいたします。ひろし林浜松シティジャパン。Dear Sir, to date, several hypotheses have been proposed for the use of geoglyphs Turgay. Within the framework of our project, it is proposed to create research subgroups that will promote and prove their hypotheses. I'll be glad to see you as the author of one of the hypotheses. Invite friends and acquaintances to your team. All the best, Dmitry Day.High in the skies of Kazakhstan, space age technology has revealed an ancient mystery on the ground. Satellite pictures of a remote and treeless northern steppe reveal colossal earthworks, geometric figures of squares, crosses, lines, and rings the size of several football fields.Recognizable only from the air, and the oldest estimated at 8,000 years old. No one knows what they are, and here is my answer. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Kazakhstan の大草原にある謎の四角形。それについて話す前に、昨日2016年10月9日に作りました動画をご覧になってください。Today's video is about a great calendar in Kazakhstan.A calendar, which is now called Steppe Geoglyphs, about which no one knows, except me, what it is and what it is for. It is a calendar, and I will explain about it here in this video. Here is my answer. カザクスタンのトール街に奇妙な地上絵があります。この絵が何であるか、私、林ひろしを除いて、誰も知りません。が、それはカレンダーです。その証拠を、この動画の中で、皆さんにお見せします。ひろし林、浜松シティ、ジャパン。峰岸、バーバラ、久代さんという方から、この地上絵について調べてほしいという依頼を受けました。で、調べてみました。で、まず、その地上絵のですね、丸といいますか、点の数を数えてみました。で、左下からですね、上に、この緑の点の数が16個あります。
1個手前で止めます。赤い点の数はここまでで10個ですね。問題はここなんですね。これが後で大変重要な意味を持ちます。で、ここ赤い丸、左の丸までが10個ですよね。で、この黄色い丸がはっきりしますから丸をつけておきます。その間にどうやら4個あるという感じですね。感覚的に。そしてもう1個あるわけです。すなわち、ここだけは16ではなくて17になるわけですね。10と7。まあ一応ここでは16としておきます。後で7について考えてみます。一応16としておきます。で、この赤と、まあ、ピンクでですね、まあ、16としておきます。そして、ブルーと青は、これ16、はっきりしています。そして、白と灰色も、これも16です。はっきりしています。そして、中心の、まあ、バッテンのところですね、9個、9個、9個とあります。そして、中央に1個ありますから、まあ、足しますと、それぞれの辺は10ということになります。で、まあ、これで謎が解けたということになるわけですね。で、まあ、これから模式図を皆さんに見ていただきます。で、今言いましたように、まあ、左の上のように、まあ、点が並んでいるということですね。で、数もはっきりと分かっていると。で、上の緑のところだけがですね、16にしておきます。まあ、一応その暫定的に16として、まあ、数をフィックスしますね。そうしますと、この赤い線見てください。10。そして横行って16。そして中心に戻って10となりますね。これで合計36となります。同じように今度青も36。そしてこのグリーンも36。そして黄色も36となります。で、これを10回繰り返しますと360という数字が出てきます。で、この360ですね。で、最初の16を今度は17。すなわち17ではなくて、もうこの角へ来た時にプラス1をしなさいよというふうに、私、林博士は判断しました。まあ1個多い、ここで1個足しなさいという意味なんですね。で、ここを通過するごとに、プラス1をにしなさいという意味です。で、最初の年から順にやっています。36ですね。そして、36ですね。そして、36ですね。一応今は16でやっていきますよ。そうしますと、こうして36を繰り返しますから144になるわけです。で、もう一回やっても、その続きですね。そして、その続きでもう一回こう来て、こう来て、そして、やはり今度はグリーンになって36になります。で、ここで8回繰り返して288になります。そしてその続きをあと2回繰り返します。そうしますと324で、そして、360となります。で、今度はですね、この赤い丸を通るごとに、プラス1をします。赤い点を通るって言いますかね、右上の角を通るたびに1を加えます。で、36ですね。で、ここも36になるわけです。で、10回繰り返しますね。で、ここで、プラス1をします。また、プラス1をします。これで2度、2点、まあ、2日増えたということになるわけですね。そして、また最初から繰り返すわけですね。そして、ここでプラス1。そして、プラス2となります。ここで、プラス4になったわけですね。そして、364という数字が出てきました。で、今度はその、続きになりますけども、今の流れの続きになります。十分かご覧くださいね。で、この続きが、プラス1、プラス2、プラス3、プラス1というふうに、この赤い点を通るたびに、プラス1します。ここを注意深くご覧ください。そうしますと、今度は、6回赤い丸を通ります。いわゆる10回繰り返す間に6回通るわけですね。ですから366という数字が出てきます。もう一度やってみますからご覧くださいね。1回通りました。2回通りました。3回通りました。4回通りました。5回通りました。6回通りました。
つまり、10回通る間に、まあ、366回通ったわけですね。で、今度は、その2年目になりますと、4回通りますから、364となります。すなわち、366と364を繰り返すってことになります。1年の日数と、同じってことになりますね。が、しかし、366と364、不便ですね。で、まあ、このやり方にしますと、366と364という数字が出てきます。まあ、どちらにしろ、2年経てばですね、同じってことになるわけですね。平均して365となります。で、そこでですね、この場合はですね、366と364をですね、交互に繰り返すと。まあ、トークン、何かのね、石のようなものを置いておいて、毎日一個ずつ動かせばいいわけですね。そこで、ちょっと動かし方を変えてみます。注意深くご覧くださいね。で、元のところですね。先ほどは左下に最初に線行きましたけど、左上に引いてみます。で、プラス1。注意深くご覧くださいよ。これで4ヶ月が過ぎました。プラス2ですね。5ヶ月目。まあ、5ヶ月って言い方は正しくないかもしれませんけども、今プラス3です。で、プラス4ですね。で、10回繰り返した間に、5回と赤い、右上の丸を通りますから、プラス5で365となります。これで1年の日数と一致します。で、その続きですよ。今の流れの続きで、まあ、2年目に入ります。1回通りますね。はい、1回通ります。2回、これで2になりましたね。プラス2です。プラス3です。プラス4です。8ヶ月終わって、プラス5ですね。これで365になりました。これを繰り返すわけですね。ですから、まあ、この方法ですと、365という数字がきちんと出てきます。すなわち、これはカレンダーだということですね。365。まあ、1万年前の絵ということですけども、もう1万年前の人がすでにですね、365という数字を知っていたということになります。太陽暦の1年の日数です。まあ、この数字を知るためには、大変な、まあ、周囲科学と言いますか、周囲文化の熟成が必要なんですね。と同時に、こうした模式図を考える。という、なんて言いますか、素晴らしさと言いますかね。そして、まあ、一年を十等分している、という考え方ですね。まあ、人間は今、一年を十二ヶ月に分けてますけども、一万年前の人は、一年を十等分していたということにもなるわけです。大変合理的でかつ、この絵、チャート1枚だけでですね、万年カレンダーとしての機能を果たしているということになります。これはもう人間技ではありませんね、皆さん。ということで、峰岸さんからいただきました、まあ、宿題をですね、今日解いてみました。カザフスタンのですね、トール街にあるこの地上絵は、曲げもなくカレンダーだということです。by 林博士発見ですよ。で、結論ということになりますけども、もう一度、カザフスタンのですね、トール街に戻っています。カザクスタンって言うんですけどもね、英語では。緯度経度はここに示しておきますから、まあ皆さんで確認してください。ただ今の、図形はどこにあるかわかりませんけども、別の図形はここにあります。まあこれが何であるかということですね。そしてこうした図形もありますから、まあこれらは私が今判断する範囲ではですよ、カレンダーとその範囲のある図形ということになります。まあ、こんなものがカザクスタンで見つかったということです。そしてこれがですね、カレンダーだということです。365、毎日一個ずつトークンを動かして、古代の人は一年をしたということになります。ステップ、つまりカザクスタンの大草原の四角形は
カレンダーであると私、林博士は判断しました。が、謎が残ります。この赤枠で囲った部分を見てください。ここにもこのような丸が描かれています。で、この丸は何かということですね。この黄色い丸は4個あります。そしてその向かって左側のにもですね、4個の丸があります。向かって右側にはですね、10個の丸があります。この黄色い4個の丸についての謎は簡単に説明がつきます。つまり1年を365日としているとですね、4年ごとにちょうど1日分のズレが生じます。人間は今、ウルード賞を設けてそのズレを調整しています。簡単に説明します。1年は 365.242199 日ですね。で、4年ごとにそれが 1460968796 日になります。ちょうど1日分のズレが生ずるということですね。正確に計算しています。で、0.966878796 日のズレが出てきます。そして1日分を足して365日を366日にしています。つまり、ウルー年にはですね、1年が366日になるというわけです。この時に足しすぎるわけですね。1-0.968796 で計算しますと、0.031204 日足しすぎるわけです。0.031204 日です。で、1日をですね、0.031204 で割ってみますと、ちょうど32ウルー年ごとにですね、1日分のズレが生ずるということになります。つまり 32×4 イコール128年ごとにということになります。つまり、128年ごとにですね、366日とすべきところを今度は1日増やさないで365日にするというわけです。まあ、こうして、太陽暦に合わせているということですね。で、もう一度この丸を見ていただきたいんですけども、この黄色い丸はそこをこのやはり同じようにトークンを置いてですね、4年ごとに1日足しなさいよというふうに解釈できます。で、このブルーとグリーンについてはですね、さらに128年ごとの調整をしなさいよという、まあそれ、アバウトですけどもね、そうしたその丸ではないかと私は判断しています。今のところクエスチョンマークをつけておきます。まあ、このようにして、説明できるということですね。カザクスタンの謎の四角形はカレンダーでした。by 林博士です。